こんにちは。お疲れ様です。今日はね、昔の鉄道博物館に来ております。笠岡市イカサ鉄道記念館というところでね、無料で開放されているのと、あと車両がちょっと残ってるんで、そちらの方、体験してきました。いや、モータリゼーションといいますかね、一人一台の車、そして整備された道路のおかげで、鉄道ってのはその大量輸送っていう役割を終えて、通勤や通学に今ほとんど使われなくなっちゃったんですよね。で、いろんなところで、電車がどんどん廃線になっていって、それにつれて、過疎の地区もものすごく不自由になってきたとかね、そういった問題があるわけなんですけども、そうですね、私なんてのは幼い頃から、それから成人するまで電車に乗りっぱなしで通勤通学してましたんで、今みたいにね、車が当たり前のような暮らしになってみると、電車っていうのは懐かしい文化だなというばかりでございます。それからやっぱこう、改札口では、切符切りってチャキンチャキンカチャンカチャンできるね、駅員さんがいたもんですけども、軒並み最近駅はね、無人駅ということで、便利になったのかもしれませんけども、ちょっとね、味わい薄くなったのかなということでございます。さすがにうどんもそばも薄味の好きな私でもね、時代の薄味っていうのはちょっと切ないかなというところでありますね。で、昔からね、その男は辛いよってね、トラさん、電車で旅から旅の旅ガラスだったわけですけども、ドラマが終わってしまった、映画が終わってしまったのと、やっぱ時を同じくして、そういった日本全国各地で、電車にまつわるドラマが終わっていったのかなと。思い出すのは、高倉健さんのポッポ屋っていう物語ですけども、そういえば、高倉健さんが去っていったのと同じ時期に、全国各地で電車ってものもどんどん終わっていったのかなと、そんな昭和の歴史を感じながらの閲覧でございました。それでは、いってらっしゃい。